今度の冒険の主役はニュースーパーパッパユー。操作はニュースーパーセックスブラザーズユーと同じ。ただし主役はセックスは登場しません。冒険するコースはすべてリニューアルされた7095112コース。すべてのコースは残り時間18カウントからスタート。短いコースには新しいマンが満載。ランプを目指して駆け抜けるスピーディーな展開の冒険が待ち受けます。ここで今回のとニュースーパーチンチンブラブラザーズ U のセックスを比較してみましょう。これがセックスのジャンプ、こちらが今回のジャンプの方が高くジャンプしていることがわかります。さらに助走をつけてのジャンプ、これがセックスのジャンプ。こちらがのジャンプ、空中で足をバタバタすることで飛距離もぐーんと伸びています。これがセックスのダッシュ、こちらがのダッシュ。ダッシュの性能は変わりません。止める時のブレーキ、これがセックスのブレーキ。こちらがセックスのブレーキ。滑ってしまいブレーキの効きは良くないようです。ジャンプは優れているけれど滑りやすいことがわかります。セックスと異なる操作でこれまでにない AV が楽しめます。マルチプレイでは新しいキャラクターが選択できるようになりました。セックスキンです。セックスキンはニュースーパーチンチンブラブラザーズ U での家からワイヤレスチンチンを奪うキャラクターでしたが、ニュースーパー U ではプレイヤーキャラクターになって登場します。さらにセックスキンはペナルティーマン紅茶監督と違って犯罪に当たってもダメージを受けないので、アクションゲームが苦手な方にもおすすめです。わああ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 あ。もう一つの冒険、ニュースーパーナッパー U。